こんばんは、マッキーです。マーク・ソームズさんの意識はどこから生まれてくるのかっていう英語のタイトルが確か The Hidden of Spring だったかな、なんだったかな、そんな感じだったんですけど、まあ、脳神経科学とかの分野の本なんですけど、まあ、その本読んだので、まあ、ちょっと思ったこと言いたいなと思います。でもう本はもう今手元にないですね。僕、まあ、脳科学系の本とかね、結構こうチャレンジしようとかって思ったけど、なんか名前とかが難しかったりとか、なんかそうですね、ちょっと複雑な名前がやっぱ多いとか、それかな、まあ、それが理由でなんかこう結構ね読むのをこう ためらってたんですけど、まあでもちょっと読んでみようと思って、まあ、読んだんですよ。で、まあ、結構やっぱり難しかったのでね、もうあんまりちゃんとは読んでないですね。でもまあこれが後に僕がこう脳科学とかね、そういうところの分野のこう勉強していく上での、まあ、一つの登竜門にはなったのかなと思います。なんかね、あの意識はどこから生まれてくるのかっていうのは結構ね哲学的な問題とかになるんですよね。あのやっぱり科学でそういうのを調べようとなった時に、科学で大事なのは客観性なんですよ。でも意識っていうのは主体的なものなの で、やっぱり科学においてはそういう主体的なものっていうのは取り扱うのは難しいんですよね。なんかそれってあなたの感想ですよねっていう状態になっちゃうんですよね。で、まあ、そのマーク・ソームズどういう感じでなんか研究していっているのかっていうと、あのフロイトがやっぱりそのすごいよねっていうところになるんですよね。フロイトはね、衛生科学っていうふうにね、あの結構ね批判されてるんですよ。というのもその患者とのこう対話とかによってその独自の理論とか生み出したので、それは科学的じゃないよね、なんか客観的なデータでは見えないよねっていうようなことがあるんですけど、やっぱり意識について知るためにはそういう主観的な世界観がやっぱり大事であると。でもやっぱりそのフロイトがやっぱりすごかって、そのおかげでね、マーク・ソームズというね人は認知精神分析というようなね、そういう新たな学問をこう作ったんですよね。で、大脳皮質というところに意識があるのではないかっていうふうにね言われてたりします。あとは身大脳皮質とかっていうところがあるのかな、もう動物にはなくてみたいな、あ、まあ、あるのはあるけど、なんかこう人間がより人間たらしめてる高次な思考ができるようなところにあるんじゃないかなとかっていうふうに以前の学説ではされてたんですけど、実は研究によっては実はそれは違うんじゃないっていうふうな見方もこうできたそうです。大脳皮質の機能がこう損失したとしても、情動的なねこう意識的なものはその大脳皮質がなくてもこう検出できるように、まあ、現代技術のおかげでこう分かるようになったとか、そういう話があるんですよね。まあなんか答えはもう全然なかったり、まあ、僕自身も結構難しかったりとかしたんですけど、ふーんみたいな感じで読みました。はい、俺は絶対に1000万円稼ぎます。ありがとうございます。